ゃんかい。なんでこっちは赤くない？あれちょっと耳が赤いけど、耳赤いでしょ、うん、あら、なんでこう、あら、どうこんにちは。今日はまたセリアに行ってきたけ、セリアの商品購入品紹介をします。これいい？こんぐらいで聞こえる？でね、ちょっと購入品動画もこれからこんな感じで撮ろうかなと思います。なんかね、コメントで今までここでね商品だけをこう取り寄ってたんやけど、なんか声がないと寂しいですとかね、私が映ってないけ、なんか映っとった方がいいよみたいなコメントをありがとうございますいただいたんで、ちょっとこういう風に撮っていこうかなと思います。いらんっていう人もおるやろうけど商品だけ見せるっていう人もおるやろうけど、お付き合いください。最後までで、は今日はね、10個買いました。紹介します。まずね、キッチン用品と、あと掃除用品、ここにカンペがある、書いてあるあと雑貨、なんかね、リピの商品が多いんやけど、初めて買ったのもあるんで、ご紹介していきますね。じゃあまずは、もうね、毎回買います、スポンジです。毎回ね、もういいね、これはね今日初めての人もいるかどうか。私はね、白が好きなので、白いスポンジを買ってます。で、もう毎回セリアのこれなんだけど、3個でね100円やで、週に1回か2回スポンジはもうこまめに変えたいけ、セリアはい、でも無印とか使ってるけど、コスパがやっぱりセリアがここがちょっと使いよったらね、毛羽立つけど、まあ、こまめに変えたらいいかなーちょっとです。もうすでに足がしびれたで、次どれしようか。これもね、リピ、これなんだっけ、水だけで、水だけでも洗えるボトル洗いクリーナー、2回目買うの。ついこの間のセリアのね、購入品で紹介したんやけど、これね、ものすごい気に入った。こんな感じ。これ薄いブルーがね、真っ白やったらいいけどな、こんぐらいならいいかなーって感じ。これね、落ちるよ声いい？こんぐらいで。ちっちゃい？分からんね、編集してみられるのか。これすんごい落ちると。で、水だけでいい近いとけど、やっぱ洗剤はね使うんやけど、私はなんかね、さっき読んだら網目繊維で汚れをかき取りますとか書いとって、なんかそんなんなっとって、この繊維が。これはねここなんかダマになった。これはね、いいです。今、使いそうになるけど。これと、
ちっちゃく喋らんと。もう6分経った。ちょっと急いで急いで、ちょっとちゃっちゃかいてね。これこれはね、水切りテント50のやつを一応いつも買います。いいんだか悪いんだか、まあいいやろうね。それとこれもリピ商品です。マイクロファイバークロス4枚入り。前回の動画見てくれた人は色違い気に入りました。これとってもいいです。マイクロフォンとか4枚入りね。ちょっと開けたもん。こんな感じ、これくらいの大きさでね、何がいいってね、このね厚さがいい。薄すぎず厚すぎずいい。汚れ落ちはまあ普通普通、でなんか可愛くない、このなみなみとかもね、なみなみとでね、グレーに今あ前グレー買ったんやけど、これねちょっと持ってきてみとった。前これ買ったんやけど、同じやつ。これにしようと思いよったんやけど、これがね品切れでこれしかなかったっけ。でまだあるやんけいち思うやるけど、これをねベランダ用にもこれでしようかなと思って、あんまりさ厚すぎるとこう絞りにくいし乾きにくいし、乾きにくかったらこうすごく臭くなるやろう。この厚さがね大きさとねすっごい気に入った。これもう一時リピすると思う。ちっちゃでした。それとあっしがしめキッチン用品、水切りかご洗い、なんかスポンジ、ちっちゃいスポンジ買いました。こんな感じの、これはね水切りかごうちないんやけど、扇風機ちょっと持ってきてみた。ここにこの扇風機すごく可愛いでね、今気に入っとんやけど、ここがね取れんのよね。だけこのほら入らんかな、網網に、ね、とこのここの中のね掃除をするのにもう結構ね、扇風機ってさすぐほこりがたまるやろ。これ用にねちょっと買ってみた。開けてみよっか。こんな感じになった。ここになんかで、私はこれをここにさちょうどはまらんかなと思って、このこれをちょっとやってみようか。面倒でねしようかなと思ってけど、細かいところはダメよね。細かいところはダメよね。こうやってさ整ってさ、それしかないよね。もうわかんのち。取れる取れるけど、めんどくさい。一枚一枚目。結構取れた。ほら。いい。これ。汚いね。で、です。急いで、時間ばっかり取りようよ。あとは、雑巾。雑巾とか言おう。マイクロダスタークロス。これね、昔一回買ったことがある。真っ白のクロス。
あのお掃除の時にこれ1枚あった。これぐらいの大きさ、3枚入りです。うん、まあ靴シャワーの穴洗い、シャワーの穴洗いだって。なんかこう歯間ブラシみたいなやつ、歯間ブラシでもいいじゃんって思ったんやけど、見た時にまあ専用のこれでちょっと穴掃除したことはないんでしてみようかなと思って買ってみました。初めてこれはね、もう何回もリピート。お風呂の排水口ネット、うちの形はね古いタイプのこの形やけ、リコ出したんやけど、セリアでもねこのセリアチ書いてないやつが確かあったん、この長いのとかがあるんやけど、それもね買ってみたけどこれの方が好き。この弾力はねこれが一番ある気がする、うん、で次はちょっと待って、ティッシュ、ポケットティッシュです。これはもうね何回かかったことがあるけど、もうこのサイズ、ミニサイズのね、荷物をちっちゃくしたい時とかね、白とグレー。もう一個ポケットティッシュ。何倍と16個。ポケットティッシュ。ちょっとね、何もこう柄が入ってないやつ。これは持ち運び用やないで、今ね、メイクの引き出しをこの間整理したんやけど、またちょっと変えて引き出しの中にねティッシュを入れたかったね。でも普通のティッシュを入れたらさ場所を取るやん、大きいの入れたらね。だけポケットティッシュを入れたいで、ちょっとお見せしましょうか、どんな感じでしおるか、どんな感じになったか。ここにねティッシュを、ポケットティッシュを入れるようにした、メイクの時使うのに、うん、ちょっとだけ多分、うん、変わってない、このティッシュのとこぐらいかな、変わった。ここからすると、ここにティッシュを置くようにしたので、ここに入れるやつです。まっすぐ、では以上です。